激しくしちゃおうかしら。いってらっしゃい。はい、ひばり、元気にしてた？あ、はるかさん。あれ、なんか元気ない？あら、鋭いわね。どうしてわかったの？なんかいつもと違う気がしたから。どうしたの？ちょっとね、なんだかお姉さんでいるのが疲れちゃったみたい。そんなに驚くこと？だってはるかさんはみんなが頼りにしてるお姉さんだもん。これは大問題だよ。そうかしら。みんな本当は面倒くさがってるんじゃない？はるかはいつも偉そうだって。むむむむ、これは重傷だね。わかった、ひばりに任せて。任せる？はるかさん、ひばりと戦って。それは別にいいけど、どうしてかしら。理由は後で教えてあげる。わかったわ。じゃあ行くよ。ワイジュージちゃん。終わり。舞い散らびます。いざ、グレンのごとく舞い散れ。やっと。上手だったわよ。
かさん、ひばりも少しは強くなったでしょ。そうね、随分と成長したと思うわ。そう、ひばりだっていつまでも子供じゃないんだよ。でもね、それは近くで尊敬できるお姉さんを見てるから。あんな風にひばりもなりたい、そう思える人がいるからひばりも成長できるの。ひばり、だからひばりは遥さんにお姉さんを辞めてほしくない。いつまでもひばりの憧れの人であってほしいの。ありがとう、ひばり。なんだかすっきりしたわ。でもね、お姉さんでいるのが辛くなったらいつでも子供に戻っていいよ。その時はひばりがいっぱいいっぱい一緒に遊んであげるから。ええ、わかったわ。じゃあ早速お菓子を買いに行こう。今日ははるかさんのためにお菓子パーティーをするんだ。あらあら、ひばりがお菓子を食べたいだけじゃないの？そんなことないもん。女にはいい評価、当然ね。よし、行ってくる。行ってらっしゃい。ホムラちゃん、抜け人の生活はどう？辛くない？辛くないといえば嘘になるな。アスカこそどうなんだ？忍びの道を行くことに迷いはないか？うん、迷いはないと思う。そうだな、半蔵学院にいるうちは悩みなどないだろうさ。そんなことないよ。私だって悩みの一つや二つくらいあるもん。ほう、ぬくぬくと学院に守られていながら悩むか。学院にいるからこそ悩むんだよ。普通学科の子たちが楽しく遊んでたり部活に汗を流したりするのを見ると、ああいう生き方もあったのかなって。ちゃんはいいよね、何の迷いもなく忍びの道を進んでるんだから。バカを言うな、私にだって迷うことはある。忍びとして生きることに迷いはなくても、抜け人という立場がそれを困難にさせる。なかなか自分の思うようにはいかないものだ、生きるということは。
半蔵。ホムラ、久しぶりじゃの。ちっちゃん、どうした。どしたもこしたもあるか。わしが現れたということは当然寿司の出張サービスじゃ。なんだ、ここで食べるのか。冬空の下で寿司パーティーもおつなものじゃ。なんですの。お、寿司パーティーか。さあ、遠慮はいらんぞ。ホッキに石ガレイ、クロマグロ、サヨリに氷見の寒ブリ、取り立て新鮮なものばかりじゃ。泣くほど喜んでもらえるとは光栄じゃ。あ、さあみんなじゃんじゃん食べてくれ。そうじゃ。正門のところに荷物があるんじゃ。結構重いものじゃから一人では持てんかもしれん。ホムラ、手伝ってくれんかな。辛いじゃろ。抜け人の現実を思い知ったというところか。
ほれ、こいつじゃ。これぐらい軽々と持てぬた。これからの戦いを生き抜けんぞ。これからの戦い？とりあえず決まっているのは新しいバイトを探すぐらいだ。やれやれじゃのう。ホムラ、オロチは見たのじゃろ。見ただけじゃない。オロチには散々な目に遭わされた。では、オロチとは何じゃ？え？妖魔という化け物だと聞いたが。では、妖魔とは何じゃ？ほら、あら汁を持ってきたぞ。わあ、あら汁だ、美味しそう。待て、ひばり。このあら汁、かなり熱いと見た。俺がフーフーしてやろう。わーい、ありがとう、ヤギュウちゃん。あら汁もいいけど、ホムラちゃん、さっきの続き。続き？ほら、抜け人としての迷いがあるとかないとか。ああ、私ならもう大丈夫だ。アスカ、お前は迷い続けるがいい。ずるい！一人だけすっきりして！じっちゃんに何か言われたんでしょう！私にも教えてよ！ふん、簡単には教えられない。アスカにも強くなってもらわないといけないからな。なんでそんなに上から目線かな？私だって毎日修行して強くなってるもん。ではお互いの信念が揺らいでいないか戦って証明するとしよう。そうすれば半蔵が私に教えてくれたことも理解できるはず。望むところだよ。ホムラ、毎順自由。アスカ、毎忍びます。いざ、無縁のごとく舞い散れ。ここだよ。来たー。受けてみろ。やったー、やったー、やったー、やったー。できるな。カッチ。甘いよ、ゲット。
きますよ。強すぎる。どうやら信念はブレていないようだな。ちゃんもね。だがお互いに迷うことがあるのも事実。それは受け入れねばならないということだ。そっか、そういうことか。それでも進むしかないもんね。他でもない、自分で決めた道なんだから。ああ、そうだな。私たちの悩みは忍びとして強くなれば解決することだ。これからも互いの信じる道を突き進もう。やっぱり戦うと気持ちがすっきりしていいね。ありがとね、ホムラちゃん。礼などいらん。私もすっきりしたからな。これはつむじからの密書か。何？どうしたの？やり手という名目で戦争を始めるつもりらしい。蛇女の生徒たちはその準備を本格的に始めたと書かれている。忍び同士の戦争。そうか、そしてあいつはヨーマンを。これはもう放っておくわけにはいかん。ホムラちゃん、ヘビ女に乗り込むのね。ああ、ヘビ女は私の、私たちの大切な母校だからな。うん、気をつけてね。あ、また会おう、アスカ。
いい評価だ。